入っていただけますが、はい、はい、こんにちは。皆さんの牧場の隣の部屋で生息しております、岡本と申します。ツイッターアイコンの、自己紹介とかあんまり用意してないんですけど、で今日のタイトルはですね、トラックはツイート、もしくは CSCW で共同プロジェクトということなんですが、まあ、正直ライトニングトークでかなり削られてるんで話すことはあんまり削りすぎみたいで、なんでこの今日の発表の経緯になってるかっていうことなんですが、まあ去年のですね、10月末ぐらいですかね、三島の方でですね、開発会議をしていたらですね、トラックというシステムを使って我々5年ぐらい開発してるんですけど、で3年前の開発経緯を一緒に開発してくださっているプログラマーさんが3年前の開発したのからソースコードとか経緯を見つけてくれて、あ、こうなってたねとかいうのがあって、おすごい、トラックすごいとかつぶやいたらですね、もう早速ですね、ここにですね、指令がですね、その実例をぜひブログか統合テレビで演題してトラックはツイートみたいな感じのが飛んできてですね、まあ、余裕で無視してたんですけどある日ちょっとなんかこう久しぶりに Google プラスとかチェックしてたら、なんか AJAX 本郷8統合牧場収穫祭でなんか自分が喋ることになってて、基調講演とか書かれて、トラックはツイートかっこ仮not confirmed yet confirmed とか書かれてて、いやインターネット怖いなとかって思ってたんですよ。でしかもなんかその間髪入れずにですね、2011統合牧場収穫祭をやろうと思いますが、叩き台作ったので叩きのめしてください、もうてへぺろみたいな感じで言ってやがってですね、もうまあそれで、今日に至るということです。でトラックはツイートなんですけれども、正直ツイッター関係ありません。指令が言いたいだけ、まあ、時は結局これはですね、なんていうかハロウィーンの時でもう言いたくて言いたくてしょうがなかったって。これ違うんですよ、違うの、反論いいですか、はい、どうぞ。トラックで書くか、はい、オアーサイかつぶやいてしまうぞ、あ、そういう、はい、トラックで、ん、なんか、まあいいや。はい、そんなわけで、とはいえ、まあ、RA さん今すごい素晴らしい発表してくださいましたが、今年ぐらいにはですね、これ DBCLS のスタッフの一案なんですけど、スクリーンショットですけど、まあ、ここですね、なんと RA さん、まあ、ここで数えた感じだと32人もいらっしゃると、ものすごい増えてますね。で、こういうたくさんの人たちで、まあ、みんなでこうムービー作ったりとか、まあ、いろんなプログラムしてるんですけれども、そういう時にまあちょっと困ることが多分あって、それはまあいろんなこう作業してる担当者の人がこういるんだけど、まずリーダー的な人から見ると、まあ、それぞれの人がどういう進捗してるかとか、どういう作業してほしいかっていうのは、まあ、それぞれの人にこう聞かないと分かんないみたいな感じになってて、で各作業してる人たち同士は、まあ、仲のいい人とかとはよく喋って何やってるか分かってるんだけど、あまり喋たくないやつとはあんまり喋れない、他の人が何やってるか分からないと。でまた新しく入ってきた人は、まあ、先輩なんか怖い、ちょっとあんまり話しかけたくない人がいるんだけど、まあ、ちょっと自分の仕事も聞かなきゃいけないし、誰に聞いたらいいか分からないっていうような状況が、まあ、これは普通にあると思います。で、まあ、こうサブリーダーさんとかはみたいな感じになってるわけです、ね。まあ、よくなんかツイッターで最近漏れてきてますけど、まあ、あとこの上に小野さんとかもいらっしゃると思うんですけど、で、そこで、まあ、CSCW ですよということです。CSCW とは何ぞやということなんですけど、まあ、これ1980年代ぐらいから研究されてる、まあ、僕が語るのも何なんですけど、別に全然 CSCW の専門家じゃないので、コンピューターサポートというとオペレーティブワークという研究分野です。でこれは何かというと、まあ、コンピューターでサポートしてあげて、で共同作業をしましょうと、こうですね、コンピューターでより支援と人々の協調的な活動を、まあ、コンピューターでサポートしてあげる。でコンピューター側から、コンピューターサイエンス側から言うと、まあ、一般的にはグループウェアみたいなものを指して、で、まあ、こっちの共同的な作業で言うと、まあ、社会心理学とか認知心理学とか、まあ、そういうような社会行動学とか、そういうようなちょっとこう結構面白いものをハイブリッドした学問分野です。まあ、こういう国際学会も結構活発に開かれてて、ここでいろんな、まあ、ツールが開発されてますと。とは言っても、まあ
別に難しいことはなくて、普段皆さんがもう使ってるツールが結構 CSCW のツールだったりします。もちろん GitHub とかああいうものもそうですし、まあ、スカイプとかそういうコミュニケーションを取るようなもので、まあ、作業をすればそういうふうになるということです。で今回は、まあ、トラックというシステムで、今回まあ、RA さんがたくさん来てくださったということで、牧場の方の統合テレビを作るのがですね、まあ、サブリーダーがこういう感じになっちゃってた部分もあるので、ちょっとこういうシステムを導入するのを少しお手伝いさせてもらったので、このことについて少し話します。でトラックとは何ぞやというと、まあもう皆さん触ってると思うんですけれども、多人数でソフトウェアを開発するためのタスクマネジメントシステムです。まあ、本来ソフトウェア開発用のソフトですね。でこのソフト自体もオープンソースで開発されてて、まあ、ここからどんどん機能が追加されてます。まあ日本のページもいろいろあって情報があります。で何がいいかっていうと、トラックにはまあ4つか5つぐらいいい点があるんですけれども、まずトラックのシステムの中にウィキシステムが入ってます。だからまあなんかいろんなこう作業をしてまとめなきゃいけないような情報っていうのをウィキにまとめていくことができます。でそれ以外にもうさっき削られちゃったんですけど、チケットっていう概念で仕事を管理できます。でもう一つ特徴的なのはマイルストーンっていう呼ばれているもので、まあ、その一個一個の作業をまたさらに束ねて、さっきなんだっけ、統合テレビ制作班、デザイン班、美術班、まあ、ああいうようなのが多分マイルストーンに当たると思うんですけど、プロジェクト管理ができます。でもう一個、これは、もしかしたら今統合テレビのスタッフの、トラックの中ではあまり使われてないかもしれないけど、サブバージョンっていうバージョン管理システムで、まあ、ソースコードの管理ができますよというのがトラックです。でこれが多分今皆さんが日々業務に使ってる統合テレビ司令部のトラックですね。でここにさっき言ったように、まあ、ウィキ、これがウィキなんですけれども、統合テレビの全てはここにあるって書かれてますけど、こういうようにマニュアル的なものとかお約束とかどういうふうに作るかみたいなやつはこうウィキシステムでまとめていけるという感じです。で次に作業をチケットっていうもので管理するんですけども、チケットは何ぞやっていうことなんですけども、もう一度説明すると、チケットはまあ独立した一つ一つの作業単位をこう表したものですね。で作業っていうと本当はまあ形がないので、こうみんな何やってるかわからないんだけれども、それをチケットっていう目に見えるこう形で一つずつ表してやって、そこにこういう作業をした、ここが困っている、これがこういう結果であるとかっていうのを書いてやるっていうふうに、まあ概念的に表したものです。で、まあ、そのチケットにはいろいろな作業レベルでのまあ属性、なんかこういろんな特徴がついてるんですけど、例えばまあ、適当にさっき司令部のところから取ってきましたが、これ一つのチケットですね。でこれが一つのチケットという単位なんですけれども、いろんな特徴がついてます。でこれは例えばこう順番に見ていくと、このチケットは130番目のチケット、通算で130個目に切られたもので、でここがステータス、チケットのステータスって言って、このチケットが今どういう状態、作業がどういう状態になるか、これはアサインと、で誰かがこれやってますよって受け取ってるっていう感じになってます。で、チケットのタイトルは現統合テレビ番組のうち旧作アップデートを行う必要があるもののピックアップという作業内容で、登録が3週間前っていう感じになってます。でそれ以外にこれを誰がこのチケットを作ったかというと Go with Twilly さんですね。でその人今誰が担当してるかというと、トライアルファームさんっていう人が今担当者で、優先度で言うと超急いでると、このチケット仕事は急いでますよ。でマイルストーン、どのプロジェクトに属してるかというと、統合テレビサイトのデザインっていう仕事のプロジェクトの中に属していて、でコンポーネントっていうのは、まあ、いろいろな使い方ができるんですけれども、今回この司令部の中ではどの班か、これは
統合番組作成部のチケット でバージョンが 0.1 で、重要度はまあまあ大事という感じになってます。でキーワード入れたりとか、あと関係してる人を入れたりとかすることができます。であとは、まあ、このチケットが何なのかっていうサマリーとか詳細を書き込むことができます。でこういうふうに本当だったら、まあ、自分がやってる作業っていうのは自分の中で分かってて、自分のメモ帳とか自分のブログとかそういうところに書いてることが多いんだけど、作業の単位でこういうようないろいろな属性ですね、特徴をバーッと書いておくことができて、この作業自体をチケットという単位でデータベースでトラックは管理しているので、まあ、当然何ができるかっていうと、まあ、こんな感じにバリバリ検索ができるわけですね。まあ、こういう GUI で検索もできるし、もちろんここでキーワードで 誰々がいついつにやったっぽい仕事かなとかキーワードとか入れて検索できます。でパッとこういうふうに当たってきます。でこれってまあ意外と小さい範囲で使ってると、まあ、こんなもんかなと思うんですけど、これが何年も1年も経って2年も経って3年も経ってって蓄積していくと、もうその担当者がいなくなっちゃ卒業しちゃっても、あの時あの人がなんかすげえ頑張ってた、あれのやり方どうなってんだろうとかって言って、さっき言ったみたいに3年前のやつにこう検索かけてその人が、その内容を見ることができるという感じになります。で、まあ、一応多分みんなもう使っててなんとなく感覚的に分かっていると思うんですけれども、チケットっていうのには、まあ、ライフサイクルっていうかワークフローがあって、これが一応まあ、トラックの肝になってます。でこれを簡単に説明すると、まず最初にチケットっていうのは、最初にこう誰かがチケット切るか、チケット切るって言ってますけど、新しく作りますね。で、これはまあもしかしたら自分で作ることもあるし、上 のサブリーダーの犬ちゃんとか小野さんとか、まあ、ボーノさんとかがこれやってほしいとか思って作ることもあると思います。でここが一番気持ちいいところですけれども、これで誰かにアサインできます。お前やれピシンみたいな感じでこうやることができて、でまあそして、その飛んでチケット飛んできた人が、まあ、泣く泣く、はいじゃあやりますみたいな感じでアクセプトすると。でまあいろいろそこで作業とかをして、終わったら基本的には終わりましたよってクローズするっていうふうな、まあ、こういう流れがあります。でだけど、まあ、これを見て終わって、じゃあその誰かチケットを作った人が確認したら、いやいや、ま、もうちょっとここあれだから直してとか言って差しの戻してリオープンっていう状態がありますけど、これでまたこの人やり直してとかっていう感じに、することができます。で、まあ、それぞれはいろいろこういろんなところに状態が遷移できるんですけれども、こういうふうに普通だったら見えない作業っていうものをまずチケットっていう単位で可視化して、さらにそのチケット作業がどういう状態にあるのかっていうのを結構 GUI でポイポイこう変えて、しかもその担当者が誰であるのかっていうのも全部明確になってて、その履歴とかも全部 DB に残るという感じになってますね。だからこれをこううまく使いこなすことによって前言ったあの作業だけど結局誰か取り掛かってんのとか、なんかそういうことがまあ一目で見て分かるという感じになります。で作業をこういうチケット単位で管理する利点ですけど、まあ、当然今言ったように作業が見える化してきますね。だから本当さっき最初に言ったように複数の人がいると本当に誰が何やってるのか分からないんですけども、一応チケットにこう書いて整理していくことで作業が見えるようになる。でさらにまあ作業を分散化することもできます。そのでっかい仕事をもうちょっとちっちゃくチケットに切り分けて、それを全員でやって、で お互い関係してる作業やってる人がどういうことをやってるのかっていうのを見ながら、まあ、必要にあっただったらまあ当然喋ったりとかしながら、作業をこう一つの方向に向かっていくようなことができる。例えば全体で投稿テレビを作るとかいうようなことが可能になります。でそのやった作業の検索が可能になるし、やってった作業の過程っていうのが全部保存されて、これがもうかけがえのないデータベースになってきます。これ、今後多分統合テレビとか、牧場の知的なノウハウっていうのがこの中にがっつり保存されてくるんだと思います。でただまあいいとこばっかりじゃなくて、コスト、まあ、利点に対してまあ不利な点かもしれないですけども、そのは何があるかっていうと、まあ、チケット書くのが面倒かもしれないいうのはまあちょっと大変ですけれども、まあ、この辺は慣れなので、なるべくこう細かいようなこう思いついたこととか、まあ、その辺は
中でのルールでこう決めていったらいいと思うんだけど、関係しそうな情報とかっていうのは結構チケットに書いていってあげると、後輩とか、まあ、関連したことを後からやる人に、すごくいいと思います。見てると結構あの牧場の場合は今みんなブログにこう作業履歴を書いてるから、そこにリンクを貼ってくれてたりとかするので、まあ、それもすごくいいと思うんだけれども、ブログのちょっと問題点は、ブログは個人の人のものなので、例えば10年後にそのブログが、どうなってるかっていうのはちょっと保証できない。例えば外の会社だったら、その会社の方針が変わっちゃったらなくなっちゃうかもしれないし、その人が間違う仕事をして、まあ、前に書いたブログクローズしたいなとか、アクセス権限変えたいなと思った時に、そのブログっていうもののが、まあ、アクセスできるかわからないので、まあ、あの作業の日報としてブログを書いていくのはいいんだけど、その間でこう知識としてこう抽象化できそうなところはチケットに残しておいてあげると、後で、牧場の後輩がありがたがると、こんな先輩がいたのかって言って感謝すると思います。で、まあ実際にこの、統合テレビ司令部の中ですけど、例えばロードマップは今どうなってるかっていうと、例えばこんな感じですね。マイルストーンでこう DBCLS、NBDC のサービスとか、まあ、PC 環境構築とか、統合ピクチャーギャラリーとか、ゲノムなんとか解析とか、結構あの細かい感じのトピック別に立ってるみたいで、この、マイルストーンがこのブルーでグリーンで表されているところがすでに終わっているチケットですね。この白いところがまだチケットとしてはあるけれども終わってないという棒グラフで表されています。なので、まあ、なんか自分に関係しているところとか終わってないやつとか、そういうのはまあこういうところをクリックしても見ることができるし、終わった中から何か探そうとかっていうと、まあ、ここからもクリックして探すことができると。で、あとこのチケットを見るっていうところから、今いくつかあのなんていうのかな、例えばチケットのまとめ方ですね、それの、が あるんですけれども、担当者は別に全チケットを4週間分こう表示してくださいとかいう感じに、これはもう全部データベースになっているので、まあ、分かる人にはこう SQL っていうデータベースを問い合わせる言語で書けば、どんな感じにでもこうまとめて表示する。でこれは例えば人別で4週間分の作業とかが一発で分かるので、こう上目の人から見たら、例えばこう進捗報告とか書くときにこういう感じでビッてやれば、まあ、これぐらい進んだなとかっていう報告書がサクッと書けるというような感じになってます。で、まあ、こういうのを使って、まあ、どれぐらいあの長く複雑な作業ができるかっていうちょっと例として、まあ、あの僕らがやってきたのを少し紹介させてもらいますと、あの統合アノテーションっていうあのアノテーションのプロジェクトがあって、僕があの去年ここに来る前から4年間ぐらい、あのカズサ DNA 研究所でそこにいるあの中村さんとかと一緒にやっていたプロジェクトなんですけれども、これは実はあの裏でトラックを使ってるよという話です。最近リニューアルしまして、この統合アノテーションっていうになりました。はい、この URL なんでよかったら見てやってください。で、でこれで何やってたかっていうと、まあ、なんか人員デキシングっていうのをずっとひたすら 4,5 年やってるんですけど、まあ、何かっていうと、まあ、あの科学論文ですね、オリジナルのペーパー文献を全文しこしこみんなで寄ってたかって読んで、でその文章のどこにどういう生物のどういう遺伝子が記述されてるかっていうのをひたすら抜くっていう作業をやってます。で、まあ、これはいろんなゲノムのアノテーションとかするためのまあ基盤的な証拠の情報として使えるんですけど、実際どういう感じかというと、ここに論文取ってきてこう読むとですね、こういうところにこう遺伝子の名前とかがこう出てるわけですね。こういうのをさっきの統合アノテーションっていうウェブアプリケーションを使って、何々ペーパーのどこそこのタイトル、アブストラクト、何ページのアブストラクトのここにこういうタンパク質名が出てきましたみたいなのをひたすらみんなで手で取ってる、目で見て撮ってるっていう感じです。でこれはあの実はこういろんな人がですね、まあ、こう京都とか千葉とか東京とか筑波とか、まあ、当時、まあ、いろいろ入れ替わってるんですけど、いろんなところから遠隔地で、まあ、ほとんど会うこともなくこう共同的に作業してました。でまあこうなんか適当な図ですけど、まあ、ユースト使ってテレビ会議したりとか、まあ
スカイプでチャットが24時間流れててこう文句の言い合いしたりとかしながら、まあ、いろいろこう文献読んだりとかして、で情報を取りながらカズさんのテ統合アノテーションというツールで情報を取りながらそれをデータベースに入れるみたいなのをひたすら回してたという感じですね。まあ、こんな感じに週1回ぐらいは遠隔会議でユーストで放送しながら、まあ、スカイプでレスポンスが来たりとかしながら会議やってたって感じです。これもまさに CSCW ですね。でどんぐらいの感じ の仕事なのかっていうと、まあ、大体5年ぐらいやってて延べ人数10人ぐらいで、まあ、平均活動してるのは 4,5 人ぐらいで、大体論文8000法ぐらい読んで、どこの遺伝子がどこに出てきたっていうのを20万件ぐらい入れたっていう感じです。でこの裏側で実はトラックっていうのが動いてて、こう2つトラック動いてるんですけど、あのシステムを開発する方のトラックとアノテーションをするため文献を読むためだけのトラックですね。でそれぞれマイルストーンで90マイルストーンぐらいあって5000チケットぐらい、まあ、5年間で溜まってたりとか、こっちだと20マイルストーン、まあ、生き物ごとにこういうふうにまとめてるんですけど、で8000チケットぐらい溜まってるぐらいの感じでやってます。でこうチケットの中見るとこんな感じに、例えばこれは文献を読むチケット、あのトラックなんですけど、チケット1個を論文1法ですね、この番号166808605っていうのがパブメド ID なんですけど、トラックに全部こう文献をチケット1個ずつとして登録しちゃって、でこの論文私が読みますとか言ってこういろんなところからみんなが取って、で読んでかんあの参考文献とかがあったらここに添付ファイルとしてくっつける。これもだから本当は PDF っていう違う形の情報なんだけれども、一つの論文、この論文を読むために必要な参考文献という感じでここにも PDF とかも全部統合していく。で分かんない疑問があったら下のところにも書いて、それに僕が答えるみたいなことを延々とこう繰り返していって、この文献で疑問、その遺伝子名を取るときに疑問だったことがもう全部ここに集約されてるって感じに、でこれがまあこれをやった人がいなくなっちゃってももう全部後から参照できるっていうのが肝ですね。であとまあこういうこともできるので覚えておいたらいいですよっていうのが、まあ、チケット同士のリンクがこう結構簡単に貼れます。まあ、多分使ってる人もいるかもしれないけれども、このシャープっていうのを使って書くと、例えばチケットには全部この番号があって、これチケット番号3100番ですけど、前にシャープってついてるでしょ、これなんかチケットの形をイメージしてるんだと思うんですけども、でこれでここのウィキとかにこう埋め込んでシャープ3100って書いてあると、ここにリンクが勝手に貼られます。だから関連してるチケットとかは全部このチケットとこのチケット関連しててこっちのところからこう持ってきたんだけどとかっていうのは、もうシャープチケット番号とかって書いてここに埋め込んでやると、そっちに相互リンクが貼られるので楽ちんです。であと今はちょっと使ってないかもしれないけど、チェンジセットのリンクっていうのも結構強力で、例えば今のチケットの下の方を見ていくと、ここにここかな、なんかこれあの検索の速度を上げるような開発をしてて、ここのところになんか設定のリファクタリングを行いました、鍵括弧2369って書いてあるんだけど、これはソースコードにリンクが貼られてて、ここ鍵括弧書いてこのソースコードをサブバージョンに入れたやつをこうリンク貼るとこんな感じに2369番に飛んでって、このプログラムはこの開発3100番のチケットでここのところを削ってこれに書き換えましたよとかっていう感じに、もうそのどういう時にどのソースコードを変えたかみたいなのもこうここで管理できます。だからもしかしてさっきみたいにもずくさんかな、なんかいろいろ有用なプログラム書いてくれてたりとかするんだったら、もしかしたらサブバージョンのところにガッて登録してくれて、誰かに何か言われたらそれのリクエストに応えてこう変えましたみたいなやつをここでこういうふうに整理していくと、後から見た人がその経緯とかも全部分かるような感じになりますですね。ではいいか。で最後、まあこんな感じにCSCW のところでいろいろみんなで共同作業するときに使えるアプリケーションっていうのはめちゃくちゃこう最近出てきてて、例えば今紹介したのが、まあ、トラックっていうやつですけれども、
それ以外に、まあ、トラックよりさらに新しいのレッドマインっていうのとかがあったりとか、もちろんあの GitHub のオープンでやってるところとか GitHub クローンとかも全部そうだと思うんだけど、そういうのはあのなんかソフトウェアを開発するときに即したタスク管理ですね。でそれ以外にももちろんスカイプとかツイッターとか、最近ツイッタークローンでクローズで使えるヤマーとか、まあ、Google プラスとか、Facebook とか、こういうのももちろん例えば掲示板的に使ってこう情報をかなり速い流動で流すみたいな感じにして問題意識と認識を共有したりとか議論したりとか情報集約に使えますね。で、あのウィキクローンみたいなやつは当然さっきトラックの中に入っちゃってましたけど、データをアーカイブしていろんな作業をした後にマニュアルみたいなのをこう書いてあげて、そこをウィキにピッて上げてあげるみたいなことができますね。でこう僕はクイックっていうのが結構好きなんですけど、これはウィキとメーリングリストが合体したようなシステムですけど、まあ、あの生物系 の, あの実験してる人とかであんまりこういうツールとか詳しくない人にも一応こうなんか変更があるとメールとかが飛んでったりとかするので見てくれる、共同研究とかするときに見てくれる可能性が高いやつですね、まあ、クイックみたいなのがあります。であとまあ、ユーストとかも今使ってますけれども、これもいろいろ活用方法があって、まあ、こういう講義みたいなのを伝えるのもあるし、案外会議みたいなのも横にストリームがついてるので会議でも使えますね。であとみんなが、日報を書いてるウェブログみたいなのも当然使えるし、まあ、Google カレンダーも多分スケジュール管理で使ってると思うんですけれども、こういうものも使えるし、メーリングリストも使えるっていうことで、まあ、あの情報の流れって書きましたけど、情報を貯めるようなタイプのこういう CSCW のツールと、まあ、お互いコミュニケーションする、情報流すみたいなタイプのやつとをこ う, うまく組み合わせていくことで、あの結構有用に使っていけると思います。 Twitter とかでも最近こうわーって流してお互い議論になったやつを Together とかでこうガッてまとめて、その Together を例えばスタックっていうかこう保存用にしとくとかっていうのがまあ普通に行われてますけど、こうそんな感じでコミュニケーションとかっていうのは結構貯めたいのとこうコミュニケーションしたいのともあるので、まあ、そういうので、うまく使い分けるといいと思います。だから、まとめると、まあ、ここの統合巻き場でなんかいろいろなことが学べると思うんですけど、こういうツールの使い方もまあ楽しみながらやってって、でも実際自分が帰って自分の研究とかをするときに誰かと共同研究とかしなきゃいけなくなったときに、ちょっとこういうツールとなんか情報の流れと得意分野と不得意分野を意識した上で誰かにこうじゃあこういう共同研究だったらこういうの使ってこうやろうよみたいな感じのをこうやってあげると、意外と離れたところでやるような共同研究がうまくいくかもしれませんという話でした。以上です。